いやもうすごい厳しくない？フランチャイズチャンネル。僕はあの3年前にフランチャイズに出会って人生変わったと思ってるんですよね。僕は25年前にフランチャイズに出会って人生変わりました。フランチャイズってすごいっすよね。すごいです。でもなんか世の中で誤解されてたり、まああとね、いろいろ投資とかが絡むんで悩むことも多いですよね。そうですね。なんでね、あの僕もこれからどんどんねフランチャイズ勉強していきたいと思うんで、ちょっとフランチャイズの専門家の竹村さんいろいろ教えてもらってもいいですか？はい。じゃあその名もフランチャイズ相談所。竹村さん、はい、今日の相談は、はい、日本政策金融公庫の審査は厳しいですかという質問です。なるほど、これはちょっとね、いろいろ話したいですね、これね。なるほど、うん、何本ぐらいいきます？分かんないけど、2、3本や2、3本いける、3本ぐらい、このネタいける、うん、ちなみにこの日本政策金融公庫の審査は厳しいですかって、なんでこういう質問来るんですか？これは通らないんじゃないかなっていうね、そういう不安な人が多いからだと思いますね。まあ、通らないんじゃないかなっていうと、あとフランチャイズに加盟するときにこれ皆さんよく使うものなんですよね。まあ、これ普通脱サラで使う、はい、脱サラで起業するんだったら、まあ、ここ、はい、あとはもう保証協会付きの融資、この2つ以外使っちゃダメですよね。そうなんですね。銀行からなんか貸してくれないしね、うん、なるほど。じゃあ例えば、塾に加盟するっていうときに手元資金がいくらかあって、それでこの公庫から借りると。そうですね。その時に落ちちゃうんじゃないかな、どうかなっていうことで竹村さんによく相談が来るっていうことですね。そうですね。だから、うん、だってね、竹田塾もほとんど脱サラの方の9割はこれ。そうですね。これ使ってない人ほとんどいないですね。いないね。たまにね、現金で作っちゃう人いるけどね、うん、これはそれは珍しくて、うんうんうん、基本的には脱サラの方は旧国金ね、昔の人はやっぱり昔じゃないけどね、まあ、国金って言った方が分かる人が多いんですけど、うんうんうん、まあ、日本政策金融公庫を使うっていうのはもうこれも基本なの で、うん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 、でこれがただ厳しい厳しくないっていうのが、はい、結構変わるんですよこれ。ほう、うん、まあ、その辺が難しいところなんですよ。じゃあ今のところどうですか？今のところというか、この2年、2、3年非常にチャンス、こんなの僕はね見たことないです、今までやってて。つまり厳しいか厳しくないかで言うと、いやもうすごい厳しくない、すごく厳しくない、うん、でも検索とかすると、はい、まあ、なかなか厳しいから私がやってあげますよみたいな行政書士のやつとか出てきちゃったりするんだけれども、なるほどね、はい、そんなセミナーも行われてたりするけども、はい、もう僕は25年このショー、フランチャイズの、ね、はい、に関する仕事やってきて、こんなに審査が、はい、通るのはもう今ぐらい。なるほど。お、昔大渕政権の時にちょっとあったかな。へえ。確率的には10人申し込んで何人受かるんですか？うん、まあ、これはもちろん 100% じゃないからね、はい、武田塾でもね、はい、落ちた方もいたよ、ね、そうですね。武田塾で実際何人申し込んで何人落ちましたかね、うん、どうかな、まあ、武田塾で10分の1ぐらいじゃないかな、うん、そうですよね、うん、やっぱり10人のうちの1人の方はやっぱあれですよね、ちょっとトークがされないかなっていう感じですかね。聞いてちゃっと分かるじゃないですか。ですごい人柄はいいし、めっちゃいい人なんだけど、ちょっとなんかこう言い切れないとかふにゃふにゃっとしてるところがあるとか、そういう感じですかね。なんで落ちるんですかね。いや、これなんで落ちるかは分からない、うん、ね、あの人とかあの人とか落ちましたよね、うんうん、なんで落ちるかは分からないから、結局今の審査がこの何分の1ぐらい通るか、何割通るかっていうことはすごい重要なんだ、まあ、確かにね。なんかね、安定した職業の方でも落ちましたよね。あとはね、すごい高学歴の方も落ちましたし、ね、確かにそう考えるとみんなが検索したくなる気持ち分かりますね。でもまあ、はい、やっぱり、ね、大丈夫かなって人もたくさん取ってたでしょ。そうですね、ほとんど取っていくわけじゃないですか。この人いけたのみたいなのね、うん、ありますよね。だから、まあ、我々の感覚として90%ぐらいいけますよね、うんうん、なのでちょっとこの政策金融公庫、どういう人が受かってどういう人が落ちるかとか、やっぱ気になるところあると思うんで、うん、ちょっと仕組みをね、はい、どういう仕組みかっていうのをちょっとお話します。はい。Thank you.